ボランティアとかって多分誰しもやりたいっていう気持ちは大なり小なりあると思うんですけど、まあ、DIY っていうその言葉が、まあ、日曜大工とかこうものづくりみたいな風に表現されていることが多くて、で、まあ、本来の意味としては、Do it yourself、まあ、やれることは自分でやろう、復興支援のこうスローガンとして使われた言葉で、自主性っていうところがその DIY の語源なので、何かものづくりっていうよりは自分からこう率先して動くっていうのが本来の意味なんですね。なのでこの DIY 大作戦においても、自主性の精神っていうのをこうテーマにしてやってたんですね。みんなで協力してこう出来上がっていくのを見るとすごい楽しかった。最近そのコロナで大学もなんかそのオンラインがメインで、数人でこうやってなんか一緒にものを作り上げるっていうのは本当になんか結構久しぶりで、とてもなんか楽しかったです。お人見知りな自分でも割とこう話し合いができて、みんな優しい方ばかりだったので、最初は不安でいっぱいだったんですけど、もう最後には楽しめたというか、やっぱなんか注意喚起とかは大事だと思うんですけど、そう気をつけてとか、こういうところってやっぱ安全性とか大事じゃないですか。そこでなんか相手とコミュニケーションを取ってると、すごい円滑にこう、そこ危ないよみたいな感じで言えたりとかもするんで、結構コミュニケーションとか社会に出る面でのなんか鍛え方をしてくださったから、すごい温かい現場で、すごいやりやすいです。みんながすごい手伝ってくれて、すごいやりやすい空間を作ってくれて楽しいなって思いました。そうですね、やっぱり誰からも感謝されるような、尊敬されるような人間になりたいと思っていて、ありがとうとか言える人とかになりたいと思っています。自分が言われてありがとうとか頑張るぞとか言われて嬉しいので、そうやって下の人にも言えるような上司になりたいです。彼らが学ぶこと自体もすごく意味があるんですけど、その学んだことをさらに、誰かに伝えてほしいとお願いしたんですね。